で YouTube に出そうと思います。じゃあ後半の質問、もしそのライブ中継の方で井上先生にこういったことを質問したいという方がある方は、気まぐれですが、会場の方優先になっちゃうかもですけれども、よかったらコメントしていただいたら質問ができるかもなんで、お話聞いてくださって質問したい方は書いてください。お願いします。はい、というわけでじゃあ行ってみたいと思います。ありがとうございます。飲み物があります。はい、ありました、ありました。はい。じゃあ、まずは、収録を、ニキさんが音響をやってくださるんで、ニキさんがその収録をってなったらですね、29分40秒なんですよ。なんで、マキちゃんがタイムテーブルキーパーみたいな。いいよ、今から。やってもらっていい？うん。そう、ニキさんのこれがスタートしてからなんだよね。なるべくマイクに近づけて、ちょっとテストに、はい、ちょっとそこだとね、ちょっともっと先生もマイク近い方がいい、うん、そうですね、ごめんなさい、私のやるべきことなんで、ちょっとできない、なんかひっくり返して、大丈夫です、ごめんなさい、ちょっと音を出すと映像はなくなっちゃうんだっけ、いや、出しますよ、ね、映像できますか、ありです、4000いいで、じゃあ音を取れてるのを確認してから、確認してスタートね、うん、はい、なんか喋ってもらえます？あれ出てますか、なんでだ、出てますね、青いの出ていますね、どうでしょう、大丈夫ですか、大丈夫じゃない、ちょっと半分しか出てない、ボリュームレベル、なんでだ、あ、レベルを上げれば大丈夫ですか、あ、どうでしょうか、あ、いつももっとボリュームレベルが高かった、あのね、この前ちょっと調整したんだよね、うん、でもあのボリュームがこう割れちゃうよりはちっちゃいぐらいの方が後で上げられるから、割れるよりはいいと思うけど、でもちょっと小さすぎるかも、どうしよう、先生ちょっと喋っていただいてもいいですか、はいはい、あの先生の方がレベルが入ってます、はい、私のこれがもうちょっと近づける、もうちょっと近づける、もうちょっと近づける、はい、はい、はい、すみません、はい、はい、あ、このぐらいならいいんじゃないですかね、はい、贅沢な企画ですね、なんて贅沢なんだ、なんか私が会いたい人に会うというでもっと知りたいことを知るという、ラママ大学、ラママ大学準教授じゃあニキさんの録音がスタートしたらマキちゃんにちょっとチェックしていただいて、29分40秒を目標に、目標にあと30、あと1分とかしたらこうしてもらえたら、はい、どうでしょうか、あ、良さそうですね、ただね、なんか半分しか来てないんだね、半分しか来てない、困ったな、なんでだ、半分、左右の半分ってこと、こっちの右、本当だね、しか今じゃあ、ま、マイク変えればいいんじゃない、ちょっと待って、ごめんなさい、こっちのマイクの方がいいですかね、こっちのマイクの方がいいですかね、どうだ、こっちは、あ、両方来てる、そっちだとどう、片方が来てる、なんで、いや、あの、そっちのマイクが来てます、ちょっと待ってもらいます、今ね、録音したのをちょっとプレイバックして、うん、聞いてみる、聞いてみる、マイク3種類、こっちは今切れ、申し訳ない、ちょっとテクニカルプロブレム、今オート
反応しなくなっちゃって、ちょっと待ってくださいね。じゃあちょっと待ちつつ話の構成を考えるのはいかがでしょうか。はい、私先生に質問したいことが5個あって、はい、で本をメモ帳にするなということなんですけど、あ、まあ、僕もいくやる映画の感想を聞きたいのと、あとすごい AI で中間層が中間層の仕事がなくなるって、で2030年以降肉体労働がなくなるけど、それ前にジムとかがなくなる、ジム労働、まあなくなるじゃないですけど減っていくって感じですね、うん、なんかその時の日本が具体的にどう何年ぐらいにどうなるのかと分析されてるのかみたいな、こう予測をお聞きしたいなっていうのと、あとその消費税増税についても書かれてたんじゃないですか。あ、消費税増税すると、まあ、とりあえず反対っていうんですね。じゃあ最近なんかあの 、はい、反対声明をするなんか運動にちょっと参加してまして。そうなんですか。はい、あの松尾忠先生っていう、はい、あの我々のそのベーシックインカム学会の理事でもあるんですけども、はい、ビズメーカーの先生なんですけど、あの人がその運動を起こして、はい、あのバラマーク運動って言って、その、まあ、特に野党でなんですけども、はい、その消費税反対を唱えるその候補の、はい、その議員の候補の人にそのバラのマークをつけるっていう、はい、でなんでバラマークかっていうと、はい、バラマークバラマークダジャレ、じゃあ消費税に増税したいだけじゃなくて、あ、まあ、実際ばらまかないんですけど、その、はい、あの運動の中では、まあ、とりあえず消費税増税は反対っていうことなんですけども、そうなんだ、じゃあバラ音響治ったのでね、あ、治った、一応治ったのでね、話始まっちゃった、始まっちゃった、え、バラマーク面白い、はい、え、だってそれ消費税増税だけじゃなくて今後あのベーシックインカムみたいな、まあ、そこまでは一応私はまだ展開してなくて、へ、単なるその、はい、ダジャレ通りの意味にばらまくわけではないんだけど、まあ、とりあえず消費税反対っていうところだけなんですけどね。なるほどなるほど、先生の顔が見えない。では あと政府統計がこう GDP の元になる、統計が、都内の大企業の3分の2に当たる部分が不明瞭で、計算し直したら雇用保険が500億円以上を、未払いだったっていうことがあったじゃないですか。で、あれは先生の本読んでるとその GDP がどうだからとか政府発表の数値をベースに論じられてる部分があるのに、それが嘘だったってひどくないっていう気がして経済学者としてその件についてのご見解をお聞きできたらなと思ったんですけど。あ、はい、わかりました、はい、ちょっと難しい話ではありますが、あと30分でできるのかな B イメージの金融の方の話になるんですけど、政府があの日銀を管理できてない今の、中央銀行が中心となっている制度に対してもおかしいんじゃないかっていうことを書かれてて、それもびっくりして、なんかそのタイトルからはそれ書いてなかったから、そこまでは論じられてないかもと思って、あの改めて読んだらきちんとこの信用創造についてもあの言及されてたので、まあ、そうですね、誰がどんなふうにお金を作ってるのかっていうのは非常に大事な部分だと思ってますので、はいはい、まあ、それについてもちょっと語りました。そうですね、なんかすごい時代が変わったんだなと思って、なんかそれについてもじゃあぜひ、で、今から返して、あ、今からみんながスタッフになってしまうという、いや、始めましょう、大丈夫ですよ、はい、はい、あ、それタイムキーパーもあるんです、じゃあ、うん、はい、やりましょう、30分こんにちは、増山れなのドラゴンジャーナル、毎週お聞きいただきましてありがとうございます、芸能界のこと、エンタメ、そして政治、ニュース、さまざまなことをテーマにお話しさせていただいているんですけれども、今日はですね、素晴らしいゲストがスタジオにお越しいただいております、飯田橋のワイルドピッチにて本日も収録しています、
AI 時代の新ベーシックインカム論といいます。こちら、公文写真書になるんですけれども、こちらの本をご執筆されております井上智博先生、駒澤大学経済学部の准教授でいらっしゃいます。すごく新しい感覚で AI 時代に今後社会がどうなっていくかということを経済学者としてしっかりと論じられてまして、大変興味深くご著書を拝見いたしました。そしてラジオではなかなか伝わらないんですが、すごくイケメンでいらっしゃいます本日収録に来ていただきまして本当にありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、先生とは、先日日本にベーシックインカム学会が新しくスタートするということで、私も僭越ながら理事にならせていただいてるんですけれども、その最初の顔合わせ総会みたいな、飲み会といいますか、年末の顔合わせの会がありまして、その銀座で寿司を食べました。初めてなんですけどいや、語弊があって初めてではないけど、学生時代もう29年ぐらい前のホステスをやっていた時に、おごってもらって食べたことがある銀座の寿司を、なんか自分で銀座のお寿司屋さんに行く、大人になってからは初めてで、びっくりしました。はい、その席でお会いして、そしてすごくその場じゃないけど、その直後に、依頼してしまったわけなんですが、今日は本当にありがとうございます。今日はですね、実は私の、監督しました始まりの日ベーシックインカム元年という映画の上映を、させていただいて、先生にも見ていただいたんですけれども、ちょっとこの映画の感想から聞けたらななんて思うんですが、映画見ていただいていかがでしたか？いや、本当面白かったですよ。本当ですか？はい、もうすごい、はい、低予算でやってらっしゃるんですよね。低予算、そうですね、もうなるべくコストはカットする形で、よくこんなに作ることができましたっていう、はい、ちょっと驚きがすごいあります、ね。はい、本当ですか？はい、面白い。いや、映画作るのって本当大変だと思うんですね。めちゃくちゃ大変なんですよね。めちゃくちゃ大変だったですね。はい、ただもう作り始めるともう脳内がもう作るしかないっていうものにシフトをしているので、大変だ云々っていうより、この絵が撮りたいと思うじゃないですか。例えばその、最初のオープニングのところで人々が縛られてるシーンがありまして、